皆さん、おはこんばんちは、エンターテイナーなべです。さあ、本日も始まりましたダンデライオンスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。ようやく目覚めたか。ここからが本番。ああ、行くぞ。来い、灰の騎士バリマール。お願い、私たちの機体もここへ。おう、ああ、こっからは鬼神戦か。ほう、ちょっとかっこいい。お願い、リンク。ユボウ、来るともな。ユゼちゃんも気をつけて。これが切り札か。この場の正義、お前たちに託させてもらう。て、結界に激突するだけじゃないの。だからこその我らじゃ。まさに健康一滴ですね。再び穴開けて。ルートエーテルライン。お前らに言われたくねえ。散々引っかき回してくれてよ。ミリアムの本音。さすがバリマール。いや、これ4機で戦うんだったら防衛そうだけど、多分3機に1人サポートとかそんな感じになるんじゃないかなと思うんだ。どうせこれはみんなの、それとあるの。ええ、聖杯内の全員とつながったみたいです。お、それだけじゃない、これはカスカリ。聖杯内のってことは他のみんなも。
脈を通じて足もつながっているのか。これは悪あがきを。では見せてもらおうか。あ、やっぱりこうなったか。そしたらどうすべな。ファーストドライブはでかい気もするんだよな。何気にこのマキアスのね。今セントアライブができるから、どうしよう。変に攻撃とかよりだったらどうするかっていうと、強化とかの方が嬉しいんだよね。まあ多分変えれるんだろうけど、とりあえずこの辺にしようかな。OK、 行こう。なんでどうしようもない。待って、はい、なんか早速構えてませんかね。変に CP 消費するのもなぁ。まあ、とりあえず。よーし。ダメージ量もよくわかんないもんな。崩れた。いただき。いつ。まあ全強をね。駆動解除できるから。あ、あれは駆動解除、レースラッシュか、駆動解除じゃねえか。まあまあかな。私の番ね。セントアライブ。これ全体？全体だ。攻撃力結構高えな。これまた全体攻撃かだね。いっちゃうか。
了解です。ほう、13万。相変わらず構えてるね。クロスブレイク。ガードブレイクあとちょっと。オッケー。私の番ですね。シルバーレイ。これでデバフが入ったでしょ。効いているな。このいいよ。僕の番だな。そこだ。もらった。よーし。なんかこれはだね。先にもう一回言うのが動けるんで、このまま殴りましょう。崩れた。いただき。任せなさい。ナルカミ入れとくか。俺の番だな。ドン。僕の番だな。硬いな。俺の番だな。はっ。行くわよ。クロスブレイク。チャンス。いただき。甘いが違うぞ。B、警戒するがいい。ロールプレア。僕の番だな。これだ。そこだ。そこだ。もらった。俺の番だな。ヘイ、教官、倒したらまずいんじゃ。いや、普通の武器では倒しきれないはずだ。動きを封じた。今のうちに拘束して。まだやれんのか。おお。とんでもねえ化け物だ。その女神の聖獣にゼムリアストーンの武器は通じない。唯一通じるとすれば、魂で錬成した終末の剣のみ。さあ、そのまま。なんだね、ゲオルグ。何？わかった。こちらに映像を送りたまえ。
少し前、レイジャース。援軍か？シェラ君は仕方ないとはいえ、なんとかミラーとも合流できればよかったんだが。少々遅れそうだが、必ず駆けつける。それまで無茶はするなよ、オリエ。仕方ないですよ。完全に足止めされてましたし。だが、とんでもない代物が現れやがったな。着陸次第、中に入るとしよう。その前に、一仕事必要になりそうではあるが。本調子じゃないとエスカレの検証だったら、ここにいる連中全員投げ通していけそうだもんな。来やがったか、オリビーさん。こちら巡洋艦カレーザスである。結社の構成員並びに両兵団は即刻戦闘を中止せよ。繰り返す。光の検証もゼロ駆動もいそうやな。どうしようか、ゲオルグ君。最強の援軍だね。よかった、これで。ゼノたちでも厳しいか。なんだ、さて、いかがしますか。何のつもりだ。あれは端末。カレイジャスに仕掛けられていた。見ていたか、シェラ君。すまない。悪いな。はい、女神よ、願わくば娘よ。おいおい、この3人でしょ。
いするかい。あれ、チョルジュ君が。だから言っただろう、アンは死んだって。来ていたこと、一体いつから気づいていた？最初からです。もともと何かある人だとは最初から思っていました。これでようやく全貌がつかめました。ハイアームズの若様、結界はしばらく持ちますのでお任せしてもよろしいでしょうか？構わないが、あなたはどこへ？スポンサーの要請を果たす必要がありまして。スポンサ魔女殿、全てはミルディーヌ様の予測通りになってしまったな。北方聖域を貴族連合軍が引き受けた流れといい、あなたが第二に就任した仕込みといい、おじぎみとは比較にならない軽眼ぶりね。王子が消えた以上、残る指し手は彼女だけでしょう。王子や光の検証はもちろん、金髪の遊撃士さんも惜しい人たちを亡くしたわね。え、マジで？ああ、さらばです、シオ。しかし肝心のお姫様は未だ七にあるけど、お救いしなくていいのかしら？必要ないと仰せだ。こたびの盤面、最後まで見届けたいとのことでな。パンタグリエル、発進準備完了です。お二方。うむ。いや、光の検証もびっくりだけど、オリバルトとかトバルとかって今までプレイアブルキャラクターだった人間、そうあっさり死なせる。重要人物が。一度くらいやり合いたかったんだがな。せめて女神のもとへ。閣下、それに殿下も、これでよろしかったですかな。ああ、you
兄上。問答無用の爆破テロか。両兵同士ならありだけどさ。そんなのってアリサ、ラウラも。まずいな。リー、離れなさい。おっと、こっちはこっちで。教官、僕たちのことは。さて、僕の出番かな。すまないね、クロウサギ君。でも仕方がないんだ。部長、何やってんのよ。まさか。せめて苦しまないように。ラクちゃん。え、守らなきゃ、守らなきゃ。リンさんを、ユーナさん、クルトさんを、ミュゼさんに、アッシュさん、ミリアムさんに、他のみんなも。手に入れたものだろう。ここまで感情が育つとは。来て、クラウソラス。ダメ、その衝撃じゃ足止めにもならない。逃げろ、アルテラ。ミリアム。ミリアムちゃん。バカな、何を。くそ。ほう、リーさんたちを守るのも。まあまあ、お姉ちゃんに任せときなって。スペック的には同等、ちゃんと役目は果たせるよ。ううん、役目なんかどうでもいい。リーンにユーシス、アリサにフィーニー、ラウラに院長、マキアスにエリオットにガイウス、さらにアーちゃんも、みんな守ってみせる。やめろ、ミリアム。やめてくれ。